はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。大きい赤ピッピ様、 M 様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠にありがとうございます。政治活動資金にさせていただきたいと思います。今立候補中の10名の支部長のところを回ってですね、応援して回ってるんですけれども、選挙活動は、党の上りじゃなくて名前入りを使ってください。最後はね、自分の名前書いてもらわないと投票用紙にダメなんで、名前をアピールしてください。支部長通達ですけれども、地方選候補者一覧、この10名が立候補中であります。名前、浦安市佐川信之、大田区高杉康二、北区佐藤圭介、江東区藤川博明、越谷市辺見正隆、世田谷区長谷川誠、豊島区斉藤俊彦、富士見市阿部俊文、水戸市石井健一郎、南足柄市畠山隆弘です。ご投票ください。今選挙期間中は言えるんでね、これね、立候補前は言えないんですけど、投票してくださいとは言えないんですけれども、お住まいの方に、富士見野市や水戸市や、豊島区にお住まいの方のご友人とかお知り合いにお声掛けください。日本改革党の人がいいよとですね、普段投票行かないんだったら今回は行ってみたらとかですね、よろしくお願いいたします。岸田総理爆殺未遂事件を受け、テレ朝サンデーライブがパイプ爆弾の作り方を放送してしまう。何やってんの。金属の破片やネジやボルトを入れると殺傷力が上がります。真似するやつ出るだろうがと非難轟々でありました。一般反応、山上の銃も構造解説やってたよな。テロ朝あるある、相変わらずアホ。余計なことして模倣犯を増やしたい。模倣犯育成番組、テロ朝アホしかいないのが、何度炎上しても作り方教えたがるテロ朝。記事も動画も削除されてる。素早いな。重信房子の釈放をですね、花束で歓迎した連中でして、テロ賛美の危険分子ですね。テロが増えたのは政府自民党が悪いからって言いたいんで、模倣犯の発生は歓迎っていうか、これこのように自ら推進してますよね。SNS や YouTube に爆弾の作り方なんか載せるとアカウント削除なのに、ネットより緩いっすかね、放送法はね。キー局が6個しかなくて、全部が全部腐ってんのが問題ですよね。NHK スクランブルでももう全局報道しねえし、これじゃあ1局しかないのと変わんねえよ。こちらはですね、日本の漫画とアメコミの多様性についての、皮肉の図なんですけれども、アメコミは一冊の中で完結してるっていうのね、多様性が。だからゴレンジャーだと女性2人入れないといけない、黒人もヒスパニックも入れなければならないみたいな、一冊で完結してるんですけど、日本はいろんなとこ、いろんな本があって、それぞれで、全体で多様性を担保しているっていう皮肉の図なんですけど、日本のテレビ局はアメコミ側ですね。しかもどれもこれも赤くパヨってる、均一なのが大問題。均一に NHK スクランブルデモは報道しないっつね。岸田総理爆殺未遂事件で確認されている陰謀論一覧。爆弾テロは岸田の支持率を上げるためのやらせ。事件が起こっても予定を変えないのでやらせ。なんか岸田総理その夜とこへ行ったらしいですね。予定通り。どこまで人事なんだ。自分のことも人事なんだな。ジャニー北川の件から目をそらすための茶碗。やらせ説を唱えると工作員に叩かれるのでやらせ確定だ。犯人が山上と似ているのでやらせ。犯人は山上のクローン。犯人の身元特定が早すぎるのでやらせ。 SP の反応が良すぎるのでやらせ。漁師の服が目立ちすぎるのでやらせ。なんか白黒ゼブラのベスト、防寒ベストがワークマン製だということで問い合わせ殺到だそうであります。AU ベストとかや名前か、あだ名つけられちゃってね。事情に原因を求める病気が存在するそうです、これね。残忍な事件が起きた時にですね、犯人にですね、貧困や虐待といった理由を求める
求めたがる連中やら、大地震に理由を求め、地震兵器にたどり着く人とかね、こういうのね、社会構成バイアスって言うんだって、これ正義は遂行されるべきだとか、善人が損する世の中ではいけないであるとか、事象には何らかの原因があるはずだって、物事リズメできちきちね、解明できないと気が済まない人っていうのかな、この世は悪意と理不尽に満ちてんだよっていうことを体験するですね、体育会系はこのバイアスにははまらない率が高いんだって。だから会社でもですね、体育会系は使いやすいななんつって採用いいんですよね。なんか言いつけても、理由を問いただしてきたりしないし、はいっつってやるしみたいなね。社会は悪意と理不尽に満ちてんですから、これ社会構成バイアスの人はこの世に理不尽などないって考えたがる、まあナイーブな方々と言ってもいいのかな。フライデー記事、小西博之党内要はもう最悪。立憲幹部によれば、執行部は怒り心頭、小西問題は炎上騒ぎと捉えられている。いつも人を見下す態度を取る党職員や記者ですら、小西の話題になると露骨に嫌な顔する。とにかく人望がない。いつも一人でいるのでぼっちくんと呼ばれている。かわいいなぼっちくんな。そっか、立憲にふさわしい人材かと思ってたら、立憲の処分が甘いんで小西はかばわれてんのかって思ってたんですけど、嫌われ者はどこ行っても嫌われるんだな。こんなことを言うと私にも法的措置が来るんでしょうか。西村読めねえのりさん、安のり読めねえな、後年さんじゃないよね。経産大臣、総理になりたい気持ちは強く持っていると言ってしまいました。高市さんがベストなことには変わりがないが、中国スパイの河野太郎やバカで側近の言いなりになりそうな小泉進次郎よりよほどマシかな西村さんの方がな。それとも西村さんはまだボロが出てないってだけで、本当はダメなんだろうか。ちょっと判断に苦しむところでありますが、川崎市、今年もふるさと納税流出全国1位に、借金返済のための減災基金に手をつけてしまう。総務省に、申し入れしてんだって。ふるさと納税の流出額規制してもらえませんか。うるせえ、自業自得だバーガって感じなんですけど、日本人だけね、罰則対象にしたヘイトスピーチ条例なんか作っから終わりんだわって、ね、話ですね。何や総務省に働きかけて自分の有利なように全体のルール変えようとしてんだって話ですよね。ダメなもんに合わせちゃダメなんだよ、全体のルールをさ。外交官ナンバー、駐車違反や飲酒運転の件数、1位ロシア1826件、なんだそれ、2位中国638件、3位エジプト184件。エジプト行儀悪いな、意外とな、なんだろうな。25位米国14件、英国4年間で0件というですね、まさに紳士の国。中ロはどちらも法治国家でないんで、交通法理解できないんだろうね、これね、道交法ね。理解できないんだろうね。法治国家じゃねえもんな、どっちもな。米国はまあ、あれか、14件で、ソ連じゃないや、ロシアの1000分の1、100分の1以下だから、まあまあ、英国は立派ですね。さすが祖国の看板背負ってんだ俺らっていうことを認識してんだな。同盟するならこういう国とだよな。中国ロシアとは断交したいですねという感じで、というわけで、地方選に10名が出馬しております。皆様よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。